ようか、しかし。いいところに来たキュー。ポッポたちは持ち場を離れられないキュー。だから代わりに行ってほしいところがあるキュー。お願いできないキュー。ジェイはとっても強いキュー。絶対みんなの仲間にした方がいいキュー。キュッキュー。Thank you.
やっぱりこの辺にはないのか。だとするともっと奥に。突然、人の背後には立たない方がいいですよ。警戒した相手に攻撃されても何の文句も言えませんからね。ああ、すみませんが、今手が離せないんです。お話でしたら、また次の機会に。失礼します。あなたは、先ほどの、まさか、ポッポの言っていた、アドリビトムの方ですか？そうですか。それは失礼しました。はじめまして。僕がジェイです。モフモフ族のみんながお世話になっているそうで。ポッポたちのお願いでもあるので、僕もあなたたちに協力をしますよ。よろしくお願いします。それにしても、よく僕がジェイだと分かりましたね。セネルさんたちですら一度で僕をジェイだと見抜くことはできなかったの。何ですか？はっきり言ってください。え、身長？それ誰から聞いたんですか？今の話と身長のことは何の関係もないでしょう。それともアドリビトムには加入条件として身長制限でも設けられているんですか？もういいです。お話でしたらそちらで伺います。さあ、バンエルティア号へ案内してください。みんな無事かい？大丈夫だキュー。みんないい人たちだキュー。それはよかった。ごめんよ、みんなの好物のボルケイノホタテをお土産に取ってきたかったんだけど、あそこもだいぶ生態系のバランスが崩れてきているみたいでうまく見つけられなかったんだ。そんなの気にしないキュー。ジェイが来てくれただけで十分だキュー。そうだキュー、元気を出す。ジェイもこれからここでキュッポたちと頑張るキュ。わかったよ、ありがとうみんな。ところでポッポ、なんだキュ。僕のその特徴についてなんだけど。ううん、なんでもないんだ、ごめんよ。それではこれからよろしくお願いします。何かあればいつでも声をかけてください。
セルシウスから聞いたことを伝えに来たわ。かなりぶっ飛んだ内容だけど、一応話しておくから。創生の時について伝え聞いた、という人の祖のことね。遥か太古、私たち人は精霊に近い非物質の存在だったらしいわ。太古の人、今の私たちの先祖は肉体を持っていなかったってこと？そう。そして物質体を自分たちで設計して今ある人として地上に増え栄えた。これはつまり人の祖ってのはドクメントだけの存在だったということよ。自分たちの人たる姿や構造まで設計して非物質から物質体を生み出した。あたかもミブナの里に伝わる人工精霊を作るように。だとするとソウルアルケミーはその当時にあった技術で現代まで細々と伝わっていたわけね。でも結局その創生の時のことを知る非物質の人の祖は今いないんでしょ？でも人の祖が残した遺構なら知っていると言ってたわ。遺構？天空にある宮殿ベラトローパよ。人の祖ベラトローパの民がその身を物質とするまでいた場所だって。そこにヒントがあるとしてもそれも非物質なんでしょ？そうね、そういうこと。ベラトローパは精霊と次元を同じくした時もあったけど、ベラトローパの民が地上へ降りる時にさらに次元を隔てて隠されたらしいわ。非物質じゃ存在しないのと一緒じゃない。いや待って、非物質を物質に。何かいい案でも？あ、ちょっとハロルドと話してみるわ。おお、ジェージー久しぶり。ノーマさんもおかわりないようですね。いろいろな意味で。ちょっとあんた、それどういう意味よ？言葉通りの意味ですが、通じないあたりがいかにもノーマさんらしいですね。なんだとこら！やめんか、二人とも。よっ、なんで僕まで。遊びに来ているのではないだろう。ここには各国の要人もいらっしゃるのだ。悪ふざけもほどほどにするように。いいな？ここでガッポガッポ稼いで今にウィルッチをギャフンと言わせてやるんだから。ギャフン、あんたが言うなっての。なるほど、この船は国籍種族を問わず様々な立場の人々が集い活動しているというわけですね。ええ、現在の世界情勢を考えればなんとも珍しい組織形態ではありますね。非常に興味深いです、ジェイド・カーティス大佐。あなたと直々にこうしてお話しする機会が巡ってきたことも。ほう、私をご存知でしたか。その身のこなし、観察力、一般人ではないとは思っていましたが。いえいえ、一般人ですよ。ジェイドさんからはたくさんのことをぜひ学ばせていただきたいものです。向上心がある若者は歓迎ですが、鼻っ柱が強いだけの子供は嫌われると思いますよ。なんだか挨拶しづらい雰囲気になってしまいましたわね。ジェイと言ったかしら。大佐と物おじせずに対峙できるなんてただ者ではなさ